これはね、多分ね、5億から、いや、10億ぐらいするかな。すごいな。いい音が聞こえてきたぞ。Good morning, my super god loving friends. Good morning. Jonathan, can you hear? アシアのね、高級住宅地の近くにあるね、有料道路のところにあるね、ロユーパーク。パーク。おお、すげえ、ここトヨタのスーパースポーツ、いきなりもう来て2秒でお気に入り。フラカンの2台目のフェイスリフトに使って、964がダーって並んでて、930アルティナで、ケートラン、これがルノメガントロフィー RS トロフィー R。 これがね、この前俺が撮ったやつと違うのは、ここら辺カーボンのボンネットになってて、でこのトロフィー R のロゴがあって、この RS のロゴ、今ね知ったんだけどね、この車ね、前のねダンパーのね減衰とかね、車高とかね変えられるらしい。これすげえ、ほらメガネトロフィー R の全部バケットシートだよ、これ全部。おお、なんか音が出た。あ、しかもねマニュアルだよ、マニュアル。後ろのシートが、そう、 RS トロフィー R はね、トロフィー R 後ろのシートがないんで、2人乗り。すっげえ、これ、今日はなんかポルシェのイベントみたいで、964やっぱ人気だね、空冷ばっかりだね、ここに。964、930、930、914、930の、多分ここら辺にお宝の間に売ってるはず。で、993、997の GT3RS。8、スーパーファースト、599。Is that GTO?GTB, right? Yeah, that's GTB, 59 GTB, Renault Clio Trophy, Renault Clio RS, and Porsche GT2 RS. Yeah, it's got the magnesium wheels. No, but those are the wheels you should get with the bicycle. A lot of Japanese delivery cars didn't get those wheels because there was a production delay. Ah, okay. So when they shipped out the GT2 RS in Japan, they got the normal wheels. Uh-huh.And then when the magnesium wheels were finished, they then sent them over to the owners. The owners got two sets of wheels. But most people never bothered putting them on. Oh, okay. Or just kept them in plastic wrapping. Oh, right. But this guy, he put them on. Yeah. Nice. Yeah. How can you tell this one? Why is that? Because it's a... Carbon stripes. Carbon stripes? What do you mean? Stripes? Oh, this bit. Yeah. Oh, okay. これがあったらね、ワイザックパッケージ。Oh yeah, yeah, here, yeah, the logo, yeah. Ah, 見えないね。ポラライザーないから。Wow, it's amazing. これはここにいるだけで神戸に住む価値があるよね。If you are petrolhead. Yeah. Amazing. すごいね。ロッソコルサの812スーパーファースト。で、ここにはなんか、ホットドッグスタンドがあって、でもなんか閉まってるね。コーヒー欲しいな。ロユー、これね、俺ねググってみた、読み方はねロユーっていうらしい。今はここにいて、でかなり420円払って有馬温泉まで行くんだ。なるほど、ここら辺がね超高級住宅地。帰りにちょっとハウススポッティングしてみよう。おすげえ、これで来たと思ったら812スーパーファースト。お前お前、見えるかな、オートベローチェ、ウィルもめっちゃでかいね。パワークラフトエクゾースト、おや、パワークラフトエクゾースト、ウィングは NSX のタイプの、いや、スプレーディング、It's a two-cylinder. Is that one? Publica, Toyota Publica engine. Well, it sounds like a Fiat Twin here. Turning down from the wall. 光がね上から差してきて、これはカメラ撮れてるのかな。すごいの来た、すごいの来た。これはやばい。365の横に来たのはこれ。フェラーリの166。わー、
これね、前東京のね、こっぱり東京のところにも来てたやつだね、733。これはね、多分ね、5億からいや10億ぐらいするかな。やばい、ここでペブルビーチコンコーデレガンスが始まったみたい。このミレミリアエリジブルな、すごいコレクタブルな車がやってきましたよ。何人かの人の話によると、これはね、やっぱり本物らしい。車あるけど、神戸とか芦屋っていうね、土地柄を反映して全体的にお上品だよね、大黒に比べるとね。 GT3RS 超これは4000万円ぐらい。県からちょこちょこっと教えてもらったんだけど、この GU97 の GT3RS はね、めっちゃレアで、多分ヨーロッパで50万ユーロぐらいだから6000万円ぐらいかな、うん、これが997の最後の方の、GT3RS で、これが 4.0、 あ、ここにあるね、 RS4.0、 うん、4で、このセンターロックのホイールがあって、うん、タナードがかっこいいね。これはね、めっちゃレア、そんなに数がないらしい、うん、向こうにね、オレンジの GT3RS があったけど、あれは 3.6 リットルで、これがね、4リットル。いやー、そう、今県から聞いた面白い事実、この GT3RS の高いローマイレージのやつが53万、56万アメリカドルで落札されて、1万キロのやつが36万ドル。だから車を運転すると最もお金を失いやすい車モデル見えるかな、デジトルや。Stock exhaust. Probably not. No. So it doesn't matter whether it's got the stock or aftermarket exhaust. It's the tone is still very Aventador. It's just one of those cars when you hear it, you can just like pass it.Mm-hmm. ここはね、有馬温泉に行けるから、この展望台っていうね、バスで来れるみたいで。Oh. RZもいいポジションに。来て、ここが一番いいポジションなのかな。で、これが356のスパイラ、うん、今度はやばい、コブラ来たよ、コブラ。コブラが来たから、さっきの BMW が場所を開けるのかな。こういうすごい車が来たら開けるっていうルールになってるのかな、そういうローカルルールが。なんかそうだよね、そんな感じだよね。おー、まあ俺がこれは本物かどうかっていうのはもう見る目はないけど、でも今までのね、この今日来た感じから来ると本物っていう可能性が高いね。いや、
ニーナーって書いてあるんだけど、ニーナーって本物だったら大変なことですよ、これやばいね。お、なんか新しいのも来たね。マクラーレン650クーペかな、なんかニスモの2017年のニスモ、このコンチネンタルベントレー すげえいいスペックなんだけど、 W12 来たね、うん、V12 しないから注意しないと、間違いやすいからね。このマッチングのなんかこう色が、俺よくわかんないけど、この色がなんかこう同じ何ヒューとシェードとトーンがあって、それがなんかのトーンとかヒューとかそこら辺がね合ってるんだと思うんだよね。そうそう、お昼10時過ぎたんだけど、結構ね人がいっぱい、ここ関西エリアにいる人はぜひこのなんだっけロイユー来てみれば、ロイユードライブウェイ、yeah、来てみればいいんじゃないでしょうか。今日はこんな感じでゆるく終わります。またじゃあ次の動画で。 Have a good one. Take care. Bye.